最近のアペルの農園をちょっと今日は紹介したいと思います。はい、何こうやって思い通りにいかないんですね、子供がいると。やばいやばい、なになに、めっちゃやばい、どれどれどれ、なにこれだね、うん、うわー、取れたんだ、めっちゃうまそうだね、おいしい、今映像撮ってるんで無言でちょうだいちょうだいって走ったらそっぽ向かれちゃいました。え、豆乳アイス自分で作ったの？え、何が入ってんの？豆乳と？豆乳だけ。あ、豆乳を凍らしたんだ。そうかそうか。あとで、うん、なんかあとで、メープルシロップかけたいと思います。ああ、いいね。え、メープルシロップ今かけてんの？あとでかけるっていうことはこれから？ずいぶんもう食べちゃってなくなってるけど。ああ。あ。うん。ね。好き？フグは破けてるね。うん。はい。さあ、今日の農園の紹介は好きので終わっちゃうかな。これ。ちょっと見せてじゃん。ちょっと手止めて。なんか。いやー、美味しそうだな。父ちゃんにもくれんの？ちょっと食べようか。うん。メープルシロップ入れる？うん。他は？いや、ツッキーが美味しいと思うものだけ入れて。じゃあ、作ったし。うん。そんなベロベロベロって舐めて、あー！まだ食べれそう。なんかまだ食べれそう。ねえ、大丈夫だね。メープルシロップかけてくれ。さあ、今がチャンスですね。すいません、さっきの続き。いやー、今年これ金ちゃんの方でやってるトマトですけど、なんか今年一番いいですね。花もだいぶ咲いています。もう実もね、ここのトマトはもう、あ、ピントが来ない、ピントが来ない、トマト実がついてますね。でも里芋が、これは里芋自ら破いて開けたのか、アペルのお母さんたちが里芋のために穴開けたんですかね、これ。里芋もなぜか育ってます。で、これがキュウリかな。これ多分キュウリですかね。うん。で、ナス。ナスも花咲かせてます。で、ここは今年初めてマルチって言ってビニールを敷いてるんですけど、これがその見栄え的にすごい嫌で、あとゴミになるのがすごい嫌で、やってなかったんですけど、まあ、金ちゃん農法っていう、新しい農法を取り入れてやってみようっていうお母さんたちの要望でやってみてるんですが、こう観察してると、屋久島雨が多いので、よく土の栄養分がよく流れてしまうって、
言われてたんですね、いろんな農家さんから。でこれをしてることによって、雨の時やっぱりここのマルチしてるところだけ水がかからないので、土が流れにくいんじゃない、あ、土の養分が流れにくいんじゃないかなっていうふうに思います。なのでこれ雑草を堆肥に変えた農法なんですけど、その堆肥の栄養分がしっかりこう野菜にいってるんじゃないかなって、このちょっとトマトの成長を見てると、もう僕のもう腰より上まで来てるんで、これは今までなかった現象ですね。はい、農園のそばにたくさん果樹を植えてます。でこれ単管ですね。で単管も花が終わっちゃったんですけど、実がねだいぶついて、可愛い実がついてきてます。これ指で分かる、この丸い、これがこれからじっくり時間をかけて大きくなって2月には食べれる単管になりますね。屋久島の特産品です。で今年すごい実つけてるんですね。でこれ摘果かな、実をちょっと取んないと一つ一つ大きくならないような気もするんですけど、ちょっとその摘果作業を今年初めてやろうかなっていうぐらいついてます。ようやく根付いたなっていう感じですね。ここも結構ついてます。これ植えたのが4、5年前ぐらいなので、ようやくこうよく実ってるな、実り出したなっていう感じがしてます。で下にはこれドラゴンフルーツですね。ちょっとこの単管の木に這わせてます。でこの正面がこれ桑の木ですね。なんかこの畑のご神木で、今実をこれもやっぱつけています。これもう少しで食べれますね。でこれがですね、うちでは実だけじゃなくて葉っぱもお茶にして飲んでいたり、あとこの葉っぱがねすごい大量に落ちるんですね。これ落葉樹なんで、屋久島では少ない落葉樹です。なのでこの落葉した葉っぱが畑にこう落ちて、で今あそこでお米作ってますが、この桑の木の葉っぱの栄養を多分吸収してると思うんですが、これは赤米という種子島のないお米ですねが育つと。なのでこの木を植えた方がいろいろ作物が育つっていう考え方があって、アグロフォレストリーなんて言いますね。こんだけ茂っていると日陰なんですけども、この日陰でも育つ里芋をここには植えてます。去年から去年ちゃんとなったので、この木の下でも育つっていうことですね。これはインゲンですね。夏に食べる豆科の植物ですけど、これは1ヶ月前ぐらいにここに滞在していた音大の大学生のね、雪見っていう子が植えたものなんですけど、まあいつもなんかこういい表情で、ここの暮らしがなんかすごい新鮮だったのか、なんか毎日楽しそうにしてくれてて、すごいいい木で植えてくれたので、まあ歩みもびっくりしてますけど、こんだけ成長したのは今年初めてですね。だからなんか栄養分とか、そのなんだろうな、農法とかね、いろいろありますけど、まあ一番大事なのはこうなんか人がすごいいい気持ちで植えるっていうのがとても大事なんじゃないかなっていうふうに思います。でここはごぼうですね。ごぼうも今年すごいいいです。でこっちはこれ春菊ですね。これ食べきれなかった春菊が花をめっちゃ咲かせてます。そうですね。でここにも単管、あれこっちがこれ最近植えたんですけど、この
これはなんだっけな、すいません、僕はあの耕す担当で、あんま植物野菜の前がわからない。こっちがキュウリだったっけな、ちょっと忘れちゃいましたね。でここにフェージョが、フェージョアですね、フェージョア、あれいいのか、これフェージョア。でここもだんだん日陰になりつつあるので、ここのタブノキ、犬ビワが植わってもう日陰になってるので、ここも里芋を植えてますですね。でここもそうそう、犬ビワはこの野生でよくなって美味しいんですけど、なんかイチジクの原種ですね、美味しいんですけど、まあすごいいっぱいあるので、実はここに昨日島の先輩からもらってきたこの桃を、屋久島の桃らしいんですけど、これをね今植えてます。で桃はうち大好きなんですけど、去年ねシロアリに、食べられて枯れちゃった、まあ、収穫できた桃があったんですけど、今一本も桃がないのでこれを植えてます。でこれが今小さいですけどだんだん大きくなってきて、でここの犬ビワぐらい一緒になったら、まあかわいそうかもしれないですが、この犬ビワを切って、で犬ビワを薪にさせてもらって、ここにあの桃の木が来たらいいなと思ってます。でここ今切っちゃうと、ここの空気の流れとかが変わってしまうので、ある程度この桃が大きくなるまでこの犬ビワは切らずにここにいてもらいます。でここにはパイナップル植えてます。でここにも桃を植えてます。でここはこれはちょっと元気がなくなってた柚子なんですけど、去年元気がないんで、なんでかなと思ったら、なんでかなと思って、地面を掘ったら、地面がね、あの根っこがもうこういう状態でしたね。ちょっと根っこが裂けて、でちょっとね土がこうかぶさってた、こういうここまで土があったんですね。で、この根っこがここが出るぐらいがいいっていう考え方があって、でちょっとここに雑草をとにかく溜めてたので、土がその雑草が土に変わってこうやってどん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 盛り土されてるような状態だったんで、土をここまで下げたんですね。で根っこがちょっと出る状態にしたら、今年はね結構新芽出してくれてるんですよ。なのでこれで生き返ってもらえたらいいかなと思ってます。でここにね、ちょっとピントが来ないな、で花芽がついてるので、ちょっと元気になったかなって思ってます。楽しみですね、この回復を見るのも楽しみです。でこれバナナですね、はい。でここがアペリの庭で、ここはまあ広く何も植えずにしようと思ってるんですが、この際にはこれ柿ですね。柿もも去年から花を咲かせてくれて、去年は結構食べれました。ここも花が終わって今は実がついてますね。実がだいぶ、これですこれです。あれですね。ピント合ってるのかな。でこっちがグアバです、グアバね。でここはちょっと実をならないんですけど、これ黒松です。で黒松はなんか葉っぱ食べれるらしいんですよね。食糧難になるとこれを食べるっていうのがどっか日本のどっかで聞いたことがあって、まあ、それで植えてるのでは実はなくて、これはですね、僕植木をしてた時代があって、山に登れなくなってよぼよぼになったら、この松をね一本仕立てて、
自分のなんかこうこの理想の形、まあ理想の形にはなり得ないと思うんですけど、松を仕立てるってなかなか当時させてもらえなくて、松を剪定するって僕の夢の一つなんで、こう植えてます、この老後のためにね。はい、もうちょっと今あの芽が出すぎてるんで、実はもう剪定も結構してます。これ芽がねあんま伸びないように、あの名前なんだったっけ、芽かきなんだったっけな、なんかね、そうそう、先端をちょっと切る作業もしてますね。だんだんいい形になってきてます。でこっちはビワですね。ビワは今年良くなったけど、ほとんどヒヨドリが食べて、まああのヒヨドリを見るために植えてるっていう感じですね今は。ただもっといっぱい大きくなったら収穫できるんじゃないかなと思ってます。でこっちがスモモですね。スモモ系が今年はすごいなりがいいです。久しぶりですね、ずっとなってなかったんですけど、今年はこれでなんかスモモジュース作れたらなと。あ、これがちょうどいいですね。こんな感じでたくさんついてます。でこっちはここ今廃材散乱してますが、ここで、あの、まあ、結構いろんな修復とかで材を使ってほぼほぼなくなりました。冬大量にあった、あの、廃材は、あの、デッキになったり、いろいろ使ってなくなりました。で、ここ整理整頓したら、ここに、新しい、薪小屋と、塩小屋と、風呂場と、なんかこう、火の循環がこう、面白くできているような場所を作りたいと思ってます。風呂を炊きながら塩が炊けるで、薪がすぐ取れるような、なんかこうシステマ、まあアベル的にはシステマティックな場所にしようと思ってます。父ちゃんにも固まらせた、あれ作ったよ。本当、豆乳のやつ。本当、それなりにメープルも入ってるってこと。うん、本当ありがとう。月、なんでここへなの。誰にも言っちゃいけないってこと。そっかそっか。父ちゃんと月のと春の内緒。いいね、内緒ごとね。そっかそっか。本当に春の。なんかみんなにバレたらどのこうのって言ってますね。はい、こんな感じで、作物が育ちながら、最後にここにモンステラが育ち出してますね。これちょっと舌がピリピリするんですけど、めちゃくちゃ甘くてすごい美味しいです。はい、じゃあこんな感じでちょっと農園紹介をダラダラさせてもらいましたが、ちょっとずつ作物が、植物たちがね、育ちながら、で僕らの暮らしもちょっとずつ進みながら、いい森ができてきているなっていう。なんか明日から雨なんで、今日は農園の風景をお伝えできるちょっと今日チャンスかなと思って配信してみました。そうだ、最後にね、これまたもう一つ、ここなんかちょっと原っぱになってますけど、これ実は冬に一回耕してて、でここにあぜを作って、お米を今年ここで作ります。ただね、ユンボが全然借りれなくて、あぜが作れないので、まだ水が貯められてないです。そう、連休、ゴールデン終わったらユンボがいよいよ借りれるんで、ここにあぜを作って、でいよいよ田んぼの準備ですね。でそうだ、最後のアイドルを紹介しましょう。ここにね、ちょうど破けてるから、ここにたくさんお米たちが育ってますね。これ植えます。でもうほんと念願の、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、これですね、山の水がなんと県の事業でここまで水が引かれました。山の水がね、なので塩素の効いてない山の水がここまで来てるので、
今年いよいよ念願田んぼ5、6年やってるんですが、他の集落まで行ってやってたんですけど、いよいよアペルイの敷地でできるようになります。さあここにね、山の水が来て田んぼができたら素晴らしい田園風景になるんじゃないでしょうか。少しずつアペルイの楽園作りが進んでるなぁと実感する一日です。最後顔出すか。皆さん、朝一でちょっと眠気まなこですが、いい一日をお過ごしください。あ、また月が来た。はい、みんなになんか一言。なにこれ、ココナッツ。ココナッツ、すごいな。あ、昨日海で拾ってきたやつだ。え、昨日海で拾ってきたやつでしょ、これ。どうして公平が割ってたじゃん、海で見つけて、で、中何も入ってなかったって言って。ああ、うん、あの時ね。うんうんうん、そうね、そうね。じゃあ今日は月の顔で割りたいと思います。はーい、じゃあみんなにバイバイって言って。バイバイ。